はい、映画探求道とことん映画案内のジョイオガーです。さて今回紹介する映画は7月9日から公開の妻夫木聡出演の探偵アクションコメディ映画東人街探偵東京ミッションです。本作は日本では未公開の中国の探偵アクションコメディ映画東人街探偵シリーズの第3弾で、東京を舞台に妻夫木聡ほか長澤まさみ、三浦友和、鈴木保奈美、浅野忠信など豪華な日本人キャストを迎え、東京各所へ大暴れするエンターテインメント大作です。それでは簡単なストーリーを。バンコク、ニューヨークの事件を解決してきた中国の探偵コンビのタン・レンとチン・フォン、2人は日本の探偵野田から東京で起きた東南アジアのマフィア東南アジア商会会長密室殺人事件の解決の協力を依頼される。この事件で事件当時現場の一室で東南アジア商会のスー・チャーウェイ会長と会っていた暴力団黒龍会の渡辺組長が、密室内にいた生存者として容疑をかけられるが、タンとチンと野田は、渡辺組長の冤罪を立証することに、とこんな感じですね。さらに補足すると、探偵はタン、チン、野田の他に別口で依頼された、元刑事でムエタイ王者のタイの探偵ジャック・ジャーがいて、タンたちと争う。あと東南アジア商会側に、会長の秘書として、小林アンナ、今回の事件を担当する、田中圭司、それとこの事件の究明の最中、小林アンナを誘拐して、タンたちにゲームを仕掛ける村田と、ただでさえ難事件なのにさらに難解さを極める。まあとにかくね、先に言うとツッコミどころはいくつかあるけど、それをはるかに超えるアクションコメディミステリーのズバ抜けた面白さにアジアの粋を集結させた大傑作でしたね。正直ね、見る前は不安でしたよ。そりゃね、あの日本未公開のシリーズものでメインは中国人で、シリーズものの3作目からいきなり見て大丈夫なんかというのがあったけど、まあ大丈夫でしたね。メインのタン・レンはチビでやかましいコメディ担当のキャラだけど武術に長けてる。その相方でタンの甥っ子にあたるチン・フォンは頭脳明晰で記憶力と推理に長けた頭脳派。探偵者としてはチンの推理が8割でほとんどチンが中心でこう動きながらタンが賑やかすみたいな感じで展開するんだよね。これに妻夫木聡が演じる野田も推理力はあるけど、それ以上にボンボンの息子なので財力に物を言わせるタイプね。それとトニー・ジャーが演じるジャックはトニー・ジャーらしくムエタイのアクションね。なるほど、よくできたキャラクターで、今回は舞台が日本というかまあ東京なんだけどね、これがねもうロケが超本格的。新宿、渋谷、秋葉原、浅草、レインボーブリッジに浜離宮恩賜庭園とね、もうめちゃくちゃお金使ってるなーって思ったら、総制作費約65億円と。で、そのうち日本における制作費は約31億円。で、そのうち内閣府がまあ実施する外国映像作品ロケ誘致プロジェクトっていうのが、その支援の額が4800万円含まれてるんだってね。もうとにかくね、ガチでお金を使いまくってましたね。このうちね、渋谷のスクランブル交差点のシーンなんだけど、これね、まあ見てるときは気がつかなかったけど、これね、渋谷じゃなくて、栃木県の足利市の、競馬場跡地での撮影だったんだってね。いやー、これわかんなかったよ、ほんと。ほんとすごいね、これ。まあ、もっともね、撮影云々よりも中身の面白さね。チンの推理に関しては CG の再現だけど、この身長でこの凶器をこう持つと、こう傷がつくとかつかないとか、とにかくね、ものすごく細かいんだよね。ガラスの飛び散り方からまあ推理っていうのもあるんだけど、これなんかね、よく金田一少年の事件簿とか、あとドラマの古畑任三郎なんかでもよく見てきたから、ミステリーとして本格的でしたね。まあ、オチは言いませんけど、
かなりひねっていて、まあ、僕なんかもね見てて分かりませんでしたね。これはこのミステリーつながりかリスペクト記憶は分かりませんけど、実はね、カメオで金田一少年の事件簿シリーズの原作者の天城聖丸が、あの本名かな、これ、あの木林真の名義で出演してるんですよね。これね、もう金田一少年シリーズ的に見てもね、まあ、ものすごくあの大掛かりな巨編的な感じだから、ミステリーファンは存分に楽しめますね。あとね、長澤まさみが演じる小林アンナが誘拐されるくだりから、彼女をめぐって東京城も使ったあのゲームが行われて、これがまたね、リアル脱出ゲームとアクションを組み合わせた感じで見応えがありましたよね。その中でね、あのタンがあの力士と戦うシーンがあるんだけど、この力士がね、あの本物の元力士で、俳優の、 あの田代義則って方で、元ね、あの元栃東と同級生だったり、あとね、あの大相撲ではあの朝青龍と同期だったようなんですよね。で、近々ね、ジョンウィックシリーズの最新作にも出るようで、あのジョンウィック2に出てきた力士ではないんですよね、間違いない。それでは点数ですが、これは5点満点です。そもそも判定としては目立ちすぎだし、かなり高等向けな映画だけど、まあ、そういうのをね、こうねじ伏せるズバ抜けた面白さでしたね。まあ、音楽に関しても終盤の重要なシーンでジョー山中の人間の証明のテーマが流れてね、中国あの途中でかかったあの中国の夏メロネタとかは分からなかったけど、人間の証明のテーマは見事でしたね。もう音楽も抜かりなかった。ということで、今回は以上。